皆様どうもこんばんは、桜井ののかです。どう、この顔久々でしょ、こういう感じの顔。なんかあの本当に久々すぎてちょっと違和感感じます。ちょっと分かりやすくメガネが外します。いや、懐かしのダウンタイム。懐かしのダウンタイム、皆さんどうですかね。やばいよね。いや、なんかやっぱりね、うん、アンチエイジングって聞いてたじゃないですか、うん、ここまで腫れると思ってなかったんで、ちょっとびっくりしました、ね、これはプチ整形の部類に入れていいのかってぐらい、そうですね、ダウンタイム長いから、はい、だからマネージャーからすると、うちがメス入れた整形しようが PRP しようが多分日程の取りづらさ変わんないから、そうですね。ちょっと嫌な感じになっちゃったよね、マネージャーからすると。いえいえ、でも先日の動画やっぱコメント皆さん温かくて、うん、はい、マネージャーふざけんなって感じだった。まあね、あの PRP どこまで行ってもあのアンチエイジングのくくりなのでね、はい、ちょっと僕もあ、そうなんだって思って。まあ PRP 私今回受けるの2回目なんですけど、まあ昨日やってきたばっかだからこんな顔なんですけど、はい、すいません。でもこれね、インスタで上げてもね、うわダウンタイム中ないののかちゃん可愛いさすがって言われてますから。ありがとうございます。そうですね、なんかもっと壮絶なのも見てたんで、僕も麻痺してるのか分かんないですけど、そんなにうおーとかはないですね。でもあの思ったより腫れてるなっていうのは思いました。今回多分一番腫れてる要因としては、うち今回やった PRP っていうのがこめかみと頬の右だけ、はい、ちょっとワンバランスだったんで右だけ入れたのと、おでこ、おでこ一番人気ですよね、はい、人気なんですよ。でもはいって言ったけど本当に知ってた、赤ちゃんのよね、安室奈美恵さんみたいな。あとはここも人気ですね、 PRP だと。あの目の下のクマです。クマが薄くなるっていうのがなんですけど、なんでこんなに腫れたかっていうと、はい、ここほうれい線をね、私いやすごいやりたかったんですよ。でほうれい線に入れてほしいって言ったら、ちょっとなんかね、ここが悲しい話なんですけど、年のせいかちょっとたるんできたから、あのここにこのたるんで大きくなっちゃってるここのところに、ここのほうれい線で PRP を足すと、ここら辺がボコッとモコッとしてしまうから、逆にここの脂肪を取りましょうってことで脂肪溶解注射やったんですよ。だから PRP の施術が痛いとか、あの PRP のダウンタイムが痛いとかじゃなくて、脂肪溶解注射がしんどいね。あー、そういうことなんですね。うん、だし腫れる。で、結構昨日なんてね、こう青あざみたいになってたし、ここが多分一番の要因なのかなと。で、あとは、エラボトックスです。でエラボトックスはなんか聞いてたより増えました。そう、 PRP とダーマペンって言ってたのが、はい、結局じゃあ PRP4 箇所と、あとは脂肪溶解注射とエラボトックスで、エラボトックスに関してはあの私ってすごい小顔小顔で評判いいじゃないですか、はい、でもずっとここが凝ってる、二日酔いの時とか冬の寒さとか体調が悪い時とか、なんかここすっごい痛くなって、もうずっとこうやってんの家で。よくやってますね、やってるでしょ、はい、でこれが結局そのストレスで歯を食いしばることが多いから、めちゃくちゃ張ってるって言われて筋肉、はい、だから小顔にするためじゃなくて、張りすぎてて痛くなってるから、それが緩和できるようにエラボトックスを打ったっていう。あ、じゃあそこに関しては治療なんですね。治療、美容目的じゃない、いやない保険適用してください。ストレスが原因なんで、本当仕事しすぎ。もう年末も年末で収められそうですか。どうなんですかね、収まればいいんですけど。うん、ちょっとね、今日もあの本当にマネージャーが来る5分前まで撮影だったことを忘れてたっていう。衝撃、電話しながら僕家に向かってたんですけど、のどかさんち。そうだね、マネージャーと普通の件でね、大阪出張我々来月控えてるんですけど、その話をするために電話したら、家の近くのファミマにいますって言われて、はい、なんかこいつストーカーなのかなって思って、それを3回ぐらい言うから、何なんだろうって、今から行きますねって言うから、なんでなんだろうって思ったら、カメラを持ってたっていう。いや、もう事前って言ってましたね。いや、そうなんだ、うちもなんか予定表見て思ったんだよね。 YouTube って入っとるじゃん。気づいた？今日の格好まず分かる？なんすか、なんすか。パジャマに 100% の、いや 120% の信頼度を置いてる私がT シャツに短パンですよ。確かに、うん、めちゃくちゃ部屋着す。絶対男来ないからこの顔なんで。さすがに、うん、もうね、しかもね、画面越しなんで皆さん気にしないと思いますけど、今ノーブラでこれで
っていいでしょ。立ってなんていうの、私乳首大きいんですよ。あ、そうなんですね。大きいからなんかちょっと乳首が立ってるのが見えちゃうかも。どうしようって言ったらマネージャーなんて言ったと思います。あ、上からなんか羽織ればいいんじゃないですか。そう、なんかっていうか毛布って言ってる。そうそう、なんで羽織ります。てか羽織ってなかった。そうだ、巻き戻さないでくださ い, いこれだったら大丈夫でしょう。大丈夫です。それでいきます。大体ダウンタイムどれぐらいなんですか。ダウンタイム1週間か2週間って言われたね。もう施術をした1週間後に撮影を入れてるもんで。そうですね。大丈夫なのかなと、ちょっと心配になっちゃう、こんなに腫れてると。あ、そういえば言ってたダーマペンって結局やったんですか。いや、あのここ脂肪溶解注射打ったらパンパンに腫れてしまって、はい、ダーマペンできる。ああ、そうなんす。うん、ここに打つわけじゃん。ってことはうちがやりたいのってここだから、はいはい、できないっていう。いや、なんか腫れてるせいなのかもしれないですけど、うん、赤み気にならなくて、なんか来た時に見て思ったんですけどなんか肌綺麗じゃない。そうなんすよ。なんかね、うちが受けたね病院だとね、プルプル注射っていうらしいよ、 PRP。あ、そうなんですね、うん、プルプルしてるでしょ。はい。え、なんか赤み薄なってると思ったんで、ダーマペンもやったのかな。うん、やってない、できなかったんですよ、ダーマペン。だから腫れが引いてからまた撮影によるかな。撮影と撮影の間で1週間以上日程が取れる日があればダーマペン行きますけど、はい、忙しそうだよね。ダーマペンちょっと気になってます。来る一緒にやれば。そうなんですよ。でマスク外してよ、ちょっと外してみて。そ、僕そんな肌綺麗じゃないじゃないですか。あ、もうこれダーマペンやった方がいいよ。ダーマペンってなんかいろんな YouTuber の人やってるんですけど、まあ、でもちょっと眉唾だったんでどうなのかな。綺麗になってる人となってない人もいたんで。あ、まあ、ベースによるよね。やっぱさ、整形ってさ、すごいブスが整形してもブスにしかなれないし、ブスが整形しても普通にしかなれないし、普通の子が整形すると可愛くなれるっていうところだから、はいはい、相当肌汚いと、まあちょっとマシになるっていうか、世間一般では汚いままになってしまうのかなという印象を受けますけど。え、マネージャーぐらいだったら普通になれるんじゃない。そんな言うほど汚くない。いや、でもなんか僕って童貞っていうブランディングがあるじゃないですか。いや、リアル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 ブランディングじゃないでしょ。かっこよくなっちゃったらちょっとまずいかな。ちょっとプロ意識がやばいね。あ、なるほどね、はい、かっこよくなっちゃったらちょっとその童貞キャラが貫けないと。そう、やっぱモテちゃったらもうまずいなっていう。俺そ、桜井ののかのマネージャーなんだけどさ、つってやらないでよ。本当やらないっすけど。そんなダサいことはしないです、うん。でも今日めっちゃ忙しかったんだよね。もうだってさ、術後さ、1日目よ。珍しく超朝からずっとストーリーの更新が止まらないなっていう日中。今日は、はい、まず、まあ、新しいお店をやるの、はいはい、私で、それの箱の契約をしに行って、で、その後自分へのクリスマスプレゼントって言ってバーキンを買いに行き、でやっぱ自分でのクリスマスプレゼントを買うんだったらやっぱりさ、買わなきゃいけないじゃん、これ。よいしょ。重っ。重い。持てます？持てないからさ、カメラを、はい、これやばい量。はい、うち、キャバクラ2店舗で男子従業員が16人いるんで、これ美容院とはまた別なんですけど、キャバクラだけで全員にルイ・ヴィトンのネクタイをクリスマスプレゼントに。で、自分だけクリスマスプレゼント買うのって良くないでしょ。いや、もうすごい。そう、だから従業員も買わなきゃなって思って。従業員の方をすごい大切にしてるのがめちゃくちゃ伝わりますね。42万円、うん、今領収書見たら42万750円。はい、頑張りました。渡すの楽しみだからね、すごいね、ストーリーにあげたかったの、ルイ・ヴィトンで。で、ストーリー撮ってたの、一生懸命。ネクタイ16本並べて、え、ちょっと綺麗に並べてもらっていいですか、はい、で、全部種類の違うのを選んだわけよ。あ、そうなんですか。そう、全部種類違う。で、これ何が何かも分かってないから、はい、撮ってってって言って、くじみたいな感じで。そう、でも、おのおの、例えばこうお互い了承の上で交換するんだったら交換すれば、はいはい、別に誰にこれとかないから。すごい、クリスマスプレゼントのプレゼント交換会みたいな、そんなイベントがあるんですね。そう、しかもうちが用意したやつね。それでなんかやってくれればなと思って。でもサプライズにならないじゃん、それ言っちゃったら。確かに。だからネクタイの動画はお蔵入りだよね。綺
麗に並べてもらいました。綺麗に並べてもらったけど、この顔でルイ・ヴィトン行ったんだよ。この顔でエルメスに行って、この顔でルイ・ヴィトンに行って、あとはちょっとあの全然違う人のクリスマスプレゼントでドルガバに行ったっていう、はい、マネージャーにだけ、マネージャーにだけっていうか、もうこの時にあげてていいのか。そうですね、この動画が出る頃にはクリスマス終わってます。16本。おお、お蔵入り。一生懸命こうやって動画とまで撮ってんのにお蔵入りでございます。まあいいんだけどね、あの別にインスタ映えのために撮ってるわけじゃないんでそうっす、そうそうそう、日頃のね感謝の気持ちを込めて、はい。この顔でこんなに疲れてるのに頑張ってます、ね、年末も。どうか皆さん支えてあげてください、桜井の顔ね、この動画がいつ上がるか分かんないですけど、明日クリスマスイブじゃないですか、はい、なんとなんと16時から16時から顧問弁護士2人と顧問弁護士2人とデートですっていうか打ち合わせだね。これだけなんか撮影何週か連続で抱かれる予定とかがあった中、なんとクリスマス顧問弁護士さんです。もうクリスマスって言ってられないぐらいもう忙しいから、もう仕事が恋人、あとはセフレ、はい、ね、マネージャーもさ、でもそろそろ彼女作った方がいいよマジで、うん、こんな顔のうちに言われてもさあれかもしれないけどそうですね、来年の僕は僕彼女を作る、うん、2021年あれやればいいじゃん。逆にうちの結婚相手のオーディションやるみたいな、あと、はいはい、あれマネージャーがやれば逆にいや、うん、うち MC やるから。いや、まあなんか出なきゃいけなくなるじゃないですか、顔出さなきゃいけないね。僕もですし、うん、その女性の方も出るじゃないですか。いいじゃん、そういうのがないと結婚できないよ、ね、今回の桜井ののか TV いかがだったでしょうか。ちょっとね、術後1日目ということと、あの仕事がせわしくてそんなに頭の回らない中での撮影だったんですけど、あでもなんかののかさんらしさというか、そうそう、ちょっとオフっぽい感じが撮れてよかったのとただの桜井ののかとマネージャーの雑談みたいな動画になってしまいましたけどはい、とにかくね、1週間後あの皆さん楽しみにしててください。あの私パワーアップして YouTube 上に、ね、戻ってくる予定なので、もう自分自身もすごい楽しみですね。あとこちらのね、 PRP と脂肪溶解注射エラボトックスの術後に関しましては、後日別の動画の方で撮らせていただくので、そちらの方も皆さんぜひ楽しみにしててください。今回のこの動画がいいなって思った方はぜひともチャンネル登録、そして高評価コメントの方お待ちしております。 Instagram、Twitter、TikTok の方もやっておりますので、そちらの方にもぜひ遊びに来てください。桜井ののかでした。じゃあね。